スティーブ・カリーナー。こちらも何をしでかすかは分かりません。スティーブ・コリーナー。145番のジョージ・ハインズ。92年初来日から14年、ジョージ・ハインズ。赤コーナー335番のターザン・ゴトー。世直しのベクトルはどこへ。ターザン・ゴトー。235番の腰中シロー。キャリア26年の侍です、腰中シロー。さあこの4人がセミファイナル30分一本勝負を戦います。竹内さん、はい、まず見どころをどのあたりに置きましょう。これはズバリハードコアのスティーブ・コリノとですね、はい、邪道プロレスの元祖ターザンごと、この激突を見てみたいですね。その2人の持ち味を出した戦い、そのまま繰り広げられるのかどうか。おお、今握手を求めたごと。それに対していなすような感じになりましたか。コリノ先発は腰中コリノ。この2人のマッチアップも竹内さん楽しみですね。そうですね。ああ素早いあの独特の動き、腰中組み合いました。ロープに追い込んでいくのはコリノ。さあコリノ、さまざまな団体で活躍している選手です。タイプは違いますけど、まさに仕事人同士ですからね。そうなんですね、外れなし。そして25日のゼロワンマックスの戦いではタイトルをゲットしていますね。ですね。 NWA インターコンチネンタルタッグ王座を獲得しています。 Y2P とタッグ、その勢いを持ってのキングスロード参戦とは言いましても、もともとは AWA の世界タイトル保持者ですからね。ですよね。メインに登場の大森隆夫と構想がありました。大谷慎二郎にそのタイトルを奪われはしましたが、すかさずタッグタイトルを得るあたりは本当にその腰のあたりの寂しさを感じさせないんですね。ですね。仕事としてというか職人といいますかね、はい。さあ後藤が参りました。前方回転、逆に足を払っていく。今日は後藤がどんな戦いを見せるか。左のラリアット、とにかく前回のブルージャスティス戦ですね。これを試合としては成立して、本人はやっぱ試合をしてないわけですからね、はい。実用、これがキングスロードデビュー戦ですよね。そうなりました。そしてジョージ・ハインズです。いや会場での人気がある選手ですね。その全日本がですね、ちょうどその苦しい時期にですね、はい、来てやっぱり非常にこの後楽園を中心にやっぱりブームを呼んだ選手ですからね。そのハインズを向こうに回して、今竹内さん、いや回転を見せました後藤。後藤でもああいうことをやるんですよね。これによりどうです、後藤のファイト内容どうだろう、まだ見えてこないか。成長なファイトに徹するんでしょうか。今日はね、ラフに行くかと思ったんですけどね、意外とやっぱクリーンに行ってますよね、はい。そうですね。ああそしてヒップアタック、たまりません。これはハインズ尻の攻撃、ダイヤモンドより硬い尻と言われています。腰中シロー、侍シローが投げを見舞っていきます。そして両方の腕、骨の硬い部分で顎のあたり締め上げていく。コリノがリング内を伺います。牽制する腰中。そういえばですね、コーナーにいる後藤ですけどもね、はい、後藤のデビュー戦の相手、昭和56年2月、はい、なんと腰中シロなんですよね。そうなんですね。その相手と巡り巡ってのタッグマッチ、パートナーとなっています。それと一つ面白いのはね、あの時代の全日本の若手選手、腰中選手はね、結構三沢選手とか例えばマイティ・イノブ選手とよくタッグを組んでたんですけど、はい、意外とね、ターザン・ゴト選手、後藤正樹選手はね、タッグがないんですよね。そうですね。ですからその頃からやっぱり引き狼精神があったんですね。これを今通し続けているとそういうことになるわけですね。そしてプロレス界、インディー界の世直しを宣言しました後藤。いや、ここまでのこのファイト内容ならば、それを宣言する資格十分じゃないでしょうか。ちょっとやっぱり票をつかれましたね、もっとラフに行くかと思ったんですけどね、はい。現在はキングスロードの若手育成役という大役も担っています。行くぞと一声、腰中がいった、鉄爆弾ヒップアタック、
これはロープを使ったバージョンです。もう一発にはいきません。粘り強くねちっこくじりじりと締め上げていく、締め付けていくのが腰中です。ファインズがエルボーに行く。やっぱり声援のボリューム高さを聞いていましても、ファインズに対する応援は多いですね。多いですね。あの2001年2002年あたりの全日本プロレスの戦い、ファンは忘れていません。ここから蹴りのバリエーションが豊富な選手ですね。ですね。特にハイキックが素晴らしいですからね。今はドロップキック一発打ち込んでいきました。5分経過のところでスティーブ・コリノ、こちらも試合巧者、一層要求しましたね。高田ことが、おっと、そろそろハードコアに行きますかね。行きますか。相手がコリノということだからでしょう。一層持ってこいって言ってますよね。そのようですね。もう一回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 、黒い覆面の選手、椅子でやり合おうということですかね。一つ二つ、これが俺の王道だという宣言。コリノが受けて立った。いけませんいけません。後藤、コリノなりの王道、これなのか。おお、武田さん、まだ分かりませんね。まだ分かんないですね。おお、来いよという声。サミング、インサイドワークでは一つ上を行っています。後藤、このナックルにしてもひねりを加えている。ありて、今度はアッパーカット、地獄好きの体勢になりましたか。アッパーのようです。ターザン後藤、ゴツンゴツンという音が響いてまいります場内。コリノが突っ込んだがラリアット、そこに待っていた後藤です。後藤一派の主でもある、浅草を拠点として独自の活動を繰り広げている後藤、ラリアットをかわして蹴り、ファインズです。力の入る攻防です。おお、この重い後藤を今ファインズが倒していきました。そして日本語でのアピールがあるんですね。ですね。場外戦大変に危険です。お下がりください。場外戦になっています。大丈夫か。やはり椅子を使いますね。使いますね。ああ、投げつけていきました。コリノがここでコリノなりのハードコアスタイルだ。これは放送席、大きな大きなターザン後藤、竹内さん大丈夫でしょうか。大丈夫です。竹内さんに見せつけるかのように、放送席に叩きつけてきましたコリノ。コリノなりのこれもアピールはあるんでしょうね。ですね。いや、もう放送席行ってみれば目を、そろそろハードコアの本領発揮ですね。だようですよ。どうでしょう、薄笑いを浮かべながらコリノ、ハインズ、そしてこうなるとね、ほんと腰高ハインズがちょっとね、入り込む余地がないんですよね。そうなんですね。お二人のワールドになってきてますからね。今度は机ですね。持ち出しました、青い机。これをめぐって何百回何千回と血は流されてきました。行くぞという声を上げて拍手を要求したスティーブ・コリノ。いや、強盗、うまい切り返しがあります。そして背中へまともに来た。いや、頭だ。危ない危ない。お、そして何ですかこれは。ビール瓶ですか。ビール瓶ですね。あ、割りましたよ。ビール瓶を割った。いや、これはいけない。これにはハインズカットに入っていますが、腰中もようやく出てきた。あ、危ない危ない危ない。差し込んだ、コリノの頭。いや、竹内さん大丈夫でしょうか。正面から行きましたね。我々の放送席とは離れていますが、アコリの出血を見ているようです。今の一撃、そしてまだ後藤はビール瓶手にしているぞ。竹内さん、
やってしまいました。やってしまいましたね。これがやっぱ後藤ターザン後藤ですよね。これが後藤の答えか。今日はね、三本勝負がないわけですから、ああいうビールビーは全く必要ないわけですよね。そうなんですね。それをやっぱりセコンドに持たせたということはですね、はい、最初からこれを狙ってたってことですね。いや、いけません。いや、いけません。これはいけない。いや、ハードコアスタイル得意のコリノといえども、キングスロードのリングでこれはまたしても様々な物議を醸し出しそうだ、醸しそうだ。ものすごい出血を見ています。スティーブ・コリノフラフラになっている。その傷口に腰中がナックルパート、容赦なく打ち込んでいく。蹴りも見舞っていきます。いや、序盤のあの攻防は何でしょうね。イサのようですね、はい。まあ、後藤がですね、俺なりの王道という言い方をしましたけどね、これは後藤なりの邪道でしかないんですよね。そうなんですね。邪道イコール王道ということは十分分かりました。ターザン後藤、おお、コリノ、おっと、その傷口打ってみろと侍志郎を挑発しています。飛び込んだ。これはやっぱり場内のコリノコールは分かりますね。もう流れが変わりましたよね、はい。スタートはね、後藤、腰中に声援が飛んでたんですけど、今全く流れ変わりましたね。場内のファンは外国人タッグに味方をしています。うわー、噛みついた鬼人、この男、鬼の神です。突っ込んでいく左のラリアット、体ごとぶつかっていって体重を乗せてカウント2。金髪が真っ赤に染まっているのはスティーブ・コリノ。おお、今これは尻をぶつけていきましたね。腰中の浮かぶを見ましたね、はい。アイコンタクトを取った後ですね。いや、こうやるんだとばかりに一発、効果ですね、はい。やりたい放題尻爆弾。後藤が笑顔でヘッドバット。波の神経ではない選手、そんなことはプロレスファンならば誰もが知っています。しかしこれはどうだ、3発4発、そしてラリアット。しかしこのままスティーブ・コリノが黙ってますかね。収まりませんよ。エルボースラッシュ、失礼、エルボードロップを叩き落としてカバー。これはカウント2です。なんとも憎らしい表情、ターザン後藤。腰中が出てまいりました。いや、なんとも血なまぐさい王道マットと化しました。セミファイナル30分一本勝負、こういう展開になったら腰中もね、戦法を変えざるを得ないですよね。どうやら軌道修正してきているようです。クリーンファイトはできないですよね、はい。やっぱり傷口を狙っていますが、コリノ、この拳を食らってはひとたまりもありません。場内から自然発生的に拍手が巻き起こっている。コリノ頑張る、コリノ踏みとどまる。さあ、白いその衣装を真っ赤に血で染めながら侍腰中四郎。いや、この戦いは是か非か。コリノがちょっと動きが止まりました。一人で戦っている時間の方もだいぶ長くなってきましたね。相当ダメージ低くなってますね。これはハインズのストレスも相当溜まっているものです。ターザン後藤がチョップ、バチンという音、逆襲に転じます。コリノヘッドバット。いや、なかなかコリノが突破口を見出せませんね。やっぱり傷口を狙われると辛いですよね。そうですか。エルボードロップ、セカンドロープからカウント3つか。いや、2つ、まだ返します、まだ返します。さらにもう一発、ボディープレスは剣山の膝、待っていました。膨れ上がったターザン後藤の腹に
膝が当たっています。うわ、白いコーナーポストに竹内さん、すごいですね、ノリがべったり。さあ、ハイツ出てきた、ドロップキック、腰中にもぶつけていきます。ラリアット一戦、もう一発、同じような攻撃で2人を投げ倒していきます。ジョージ・アインズ後方に回って得意のジャーマンスプレックスにはいけませんでした。二段蹴り、これです、この二段蹴り、ジャンプしての前蹴りに、いや、ファンからは大きな声援。しかしハインズをスープラトンで日本人タッグ蹴り上げていく DDT。 おお、コリノが出ますね。この段階でコリノ、椅子です、椅子です。あー、投げつました、投げ飛ばした。鬼には鬼を、何を持ち込んでいくか、もう足を買っていきました。そして椅子を使ってドロップキック、テップ空飛行、さすがこの辺りは頭脳派です。15分経過、15分経過、一つ一つ繰り出してくる技、工夫がなされていますね。ですね、考えて椅子を使ってますよね。そうですね。ああ、そしてこれは STO 気味になったか、カバーに入る、カウント2つ。いや、もうその鮮血滴り落ちています。スティーブ・コリの顔面真っ赤に染めながら膝、そしてお、ジャンボズルタですよね。これもコリのなりのメッセージ、ロープに飛んだぞ、ラリアット、お、今サポーターを外してもう一発。このメッセージも何か含みがありそう。ジョージ・アインズ飛び込んでいきます、赤コーナーへ、片エビ固め、これもカウント2になっています。いや、しかし後藤がどうだ、後方から椅子攻撃、なんてことだ、鉄をバチンとアピールしてコーナーポスト最上段、カバーに入ってカウント3つ。